こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。いや今回はちょっと違って、直近でネットで購入したものだぜ。なんでたまってるものを置いといていきなり最近買ったもの紹介するのよ。ああそれは、今回購入したものが店舗で購入したものや、ネットで購入したものを紹介するのに必要だったからだぜ。一体何よ？今回紹介するのは、こちらの HDMI ゲームキャプチャーだぜ。ちなみに Amazon で送料込み11,900円だったぜ。おいこら、また結構な金額のもの買ってるじゃない？それに HDMI のキャプチャーはもっと安く買えるようになるまで当分買わないって言ってたじゃない？ああそのつもりだったんだけど、前回 HDMI をコンポジットに変換するやつが壊れたって言っただろ。そういえばそんなこと言ってたわね。でこれがないとうつ主の使ってるキャプチャーだとレトロフリークをつなげないだろ。まあそうね。だから同じようなものを買い直そうかと思ったんだけど、せっかく HDMI 出力なんだから、そのまま綺麗な映像でキャプチャーしたいと思って、思い切ってこれを買ってみたんだぜ。いや変換器と値段違いすぎるでしょ。まあそうなんだけど、どうせいつかは HDMI のキャプチャー買うつもりだったからそれがちょっと早くなっただけだぜ。それにもう買ってしまったんだから仕方ないぜ。いやだからすぐ開き直るんじゃないわよ。まあまあいいじゃないか。お前だって映像は綺麗な方がいいだろ。まあそうだけども。っていうかどの程度画質が良くなるのよ。それをこれから見ていくんだぜ。なので今回はこれの動作確認をして、次回に以前キャプチャーした映像と比べてみるぜ。ってことでまずは開封の儀から。なんかレビュー動画みたいね。ああ、一度こういうのやってみたかったんだよな。まあ大したレビューにはならないと思うので、どんな感じの使用感かっていうのを感じてもらえればいいかな。それにこの手の商品のレビュー動画はたくさん両つべに上がってるだろうしな。いやじゃあやる意味ないじゃない。まあいいじゃないか。新品の電子機器商品開けて使うのってなんかワクワクするじゃない？まあ確かに中古品とはまた違った新鮮さみたいなの感じるけれども。ちなみにうつ主はこの商品買うと決めた時に、どうせだったら動画にしようと思ったので、あえて他の人の動画は見ないようにしたぜ。いやどうせ買うならしっかり調べてから買いなさいよ。いやそうするとワクワク感減っちゃうかなと思って。まあ Amazon のレビューはちょこっと見たけど。ってことで中身を取り出していくぜ。そういえばこれなんて商品なの？ああまだ商品名言ってなかったな。これは IO データの GVHDREC という商品だぜ。定価だと 17,820円するみたいだぜ。定価よりは結構安く買えたのね。そうだな。とりあえず開けるとこんな感じで薄い簡易マニュアルが2枚ほど入っていたぜ。ちゃんとしたマニュアルはウェブで見られるようだぜ。詳しくはウェブでってやつね。最近あんまり聞かなくなった言い方だけどそういうことだな。では中身を一つ一つ確認していくぜ。まずは本体から。逆さだったわね。そうだな。思ったよりしっかりした作りかな。なんか画面みたいなところがあるけどこれだけで映像見れたりするの？いや、映像は別途ディスプレイを用意しないと見れないぜ。同じような商品でアナログ GVVCDOX という商品があるんだけど、そっちはディスプレイがついているぜ。多分コストダウンのためにこの商品にはディスプレイつけなかったんじゃないかな。なるほどね。アナログの方は名前の通り、VHS や 8mm ビデオなどのアナログ映像をデジタル化して残すための商品みたいだぜ。詳しくは IO データの公式 HP を見てみてくれだぜ。なんか電池入ってるわね。おそらく日付や時間の設定を保存しておくためのバックアップバッテリーじゃないかな。ここに SD カードを入れるみたいだな。SD カードに録画するのね。ああそうだぜ。あとは USB メモリーや外付けのハードディスクにも録画できるぜ。とりあえずその他のものもサクッと見ていくぜ。これがアダプター。これが HDMI ケーブル。で最後が三色端子を 3.5mm 4極ミニジャックに変換するための AV 変換ケーブル。これ使えばコンポジット出力の映像も録画できるのね。そういうことだな。ってことで開封の儀は終了だぜ。続いてざっくり本体各部を見ていくぜ。まずは本体正面から。さっきも言ったけどいかにも画面っぽい左側はディスプレイではないのであしからず。で右側に操作するためのボタンがついているぜ。本体で操作するのね。
ああ、これは PC に繋がないで録画できるタイプのキャプチャーだからな。で本体裏面がこんな感じだぜ。裏面にはボタン電池を入れるところと、型番、定格が表記されているぜ。続いて前面はこんな感じだぜ。前面には SD カードを入れるところと、電源ランプと、マイクやヘッドセットを繋ぐためのヘッドセット端子があるぜ。へえ、マイクも繋げるのね。ああ、パッケージにも書いてあったけど、ゲーム実況を想定した商品みたいだからな。ちなみにアフレコ機能もあるようだぜ。へえ、なかなか便利そうね。まあ、ウプ主はこの機能あんまり使わなそうだけどな。確かに。で、最後背面はこんな感じだぜ。背面は付属の AV 変換ケーブルをつなぐための端子。HDMI 入力端子。HDMI 出力端子。USB ポート。アダプタをつなぐための DC インがあるぜ。SD カードじゃなくて USB メモリーやハードディスクに録画する場合はこの USB ポートにつないで録画するみたいだぜ。ちなみにディスプレイがついていないので、ここからテレビや液晶モニターなどに繋がないと操作できないぜ。PC は不要でもモニターは必須なのね。そういうことだな。まあどうせゲームするのにモニター必要だしな。本体に関してはこんな感じだぜ。では今度は実際にセッティングして録画してみるぜ。ちなみに今回は SD カードではなく、外付けのハードディスクを使って録画していくぜ。ちなみに容量は 1TB だぜ。まさかこれも買ったんじゃ。いや、これは前から持っていたものだぜ。ウプ主は何を思ったのか、PS3 のハードディスクを 60GB から 1TB に換装した時に、バックアップ用としてこのハードディスクも買ったんだぜ。いや、絶対そんなに容量いらないでしょ。そうだな。案の定数十ギガしか使っていないぜ。なので今回こいつを録画用として使うことにしたんだぜ。1TB あればフル HD 画質で約75時間録画できるみたいだぜ。それだけ撮れれば十分ね。で、実際にテレビに繋ぐと最初に日時の設定画面が出てくるぜ。最初に日時を設定しておくのね。ではいよいよ録画スタートだぜ。ちなみに今回はレトロフリークの映像を録画したぜ。おお、比べるまでもなく今までより綺麗になってるわね。そうだな。さすが HDMI は伊達じゃないぜ。最高画質じゃなくて高画質で録画したんだけどかなり綺麗だな。では次回の比較用の映像を撮っておくためにもちょっとプレイしてみるぜ。比較に使うソフトはロックマンメガワールドだぜ。これなら過去に撮ったものがあるから比較しやすいものね。そういうことだぜ。ではいつも通りカットマンのステージでスタートだぜ。おお、やっぱりかなり綺麗に映るわね。そうだな。動いてもほとんど映像ブレないし、かなりはっきりとした映像で撮れてるな。音も特にノイズとかなさそうだな。操作の方は遅延とかないの？ああ、そのままだと結構遅延があるんだけど、HDMI パススルー機能っていうのがついていて、それをオンにしたらあまり気にならなくなったぜ。ちなみに初期設定だとオフになっているみたいだぜ。まあそれでも多少は遅延があるから音ゲーとかやるのはちょっと厳しいかもしれないけど、レトロフリーク自体若干の遅延があるからそもそもレトロフリークが音ゲーには向いてないけどな。まあとりあえずアクションゲームはこの通り十分普通に遊べると思うぜ。それにどうしても遅延が気になるときは分配器使ってプレイ用の画面と分ければいいだけだしな。確かに今までレトロフリークは分配してキャプチャーしてたわけだしね。そういうことだぜ。実際にパススルー機能でどの程度遅延が軽減されるかっていうのもお伝えできればいいんだけどな。録画した映像を並べたとしても伝わらないしな。分配して2画面に映してそれを撮影すればいいんじゃない？そうだな。それくらいしか方法ないよな。うまく撮れるかわからないけど、次回の比較動画でそれもできたらと思うぜ。まあやってみてダメそうならカットすると思うけど。まあとりあえずはやってみないとわからないしね。そうだな。っていうかどこまでプレイするのよ。せっかくなのでこのままカットマン倒しに行こうかと。次回の比較動画で使うかもしれないし。まあとりあえず GVHDREC の動作確認は無事できたってことで。ここから先はウプ主のヘボプレイ動画になります。お時間のある方は最後までお付き合いいただければと思うぜ。皆さんブラウザバックするなら今ですよ。まあそう言うなよ。カットマン倒すまでだから今回はそんなに長くならないって。だといいけど。そうこう言ってるうちにもうすぐカットマンだぜ。まあこのステージでボスに行く前にやられることってそうそうないでしょ。まあな。一番簡単なステージな気がするし。それにことあるごとにこの面だけプレイしてるから、いくら下手なウプ主でも多少は上達してるしな。って言ってるそばからしっかり踏まれてるけど。あいつ苦手。
ウプ主はほぼ必ずあそこでダメージ食らうぜ。いや上達してないじゃない。そうだな。まあとりあえずこれからサクッとカットマンを倒すぜ。お、全回復したわね。ああ、これなら一発で倒せるんじゃないかな。どうかしらね。しかし相変わらずファミコン版に比べると処理落ちが激しいわね。まあこれがメガワールドの仕様だから仕方ないぜ。メガドライブ実機でプレイしても一緒なわけだし。まあこの処理落ちのおかげでウプ主的には戦いやすくなってるけどな。ウプ主の腕を考えると処理落ちしてるくらいがちょうどいいわけね。そういうことだぜ。っていうか意外と順調に戦えてるわね。そうだな。さすがにカットマンだけはかなり戦ってるからいい加減パターン覚えたんじゃないかな。これなら本当に一発で倒せそうね。そうだな。まあ一発でって言っても初見じゃないわけだけどな。確かに、死ぬほどこのステージばっかりプレイしてるんだから逆に一発で倒せない方がどうかしてるわね。そういうことだな。本当は何度もやられまくってようやく倒したって感じになる予定だったんだけど、さすがのウプ主でもそうはならなかったようだぜ。あっさり倒したわね。本当に何の変哲もないプレイになってしまったぜ。面白みゼロだったわね。まあ次回の比較用仕様ってことで。そういえばこのキャプチャーの使用感としてはどうだったのよ。ああその辺も次回伝えられたらと思うぜ。なんか今回はみんな次回に回すわね。実際に今まで使っていたものと比較しながらの方がわかりやすいんじゃないかと思ってな。とりあえず今回は開封、動作確認ってことで。まあ次回もどの程度伝えられるかわからないけどな。ウプ主の脳みそ次第ってことね。そういうことだな。なのであまり期待せずにいてくれると嬉しいぜ。というわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.